はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は YouTube500 万回突破というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、本当におかげさまで、ね、YouTube チャンネルの動画の総再生回数が500万回を超えました。ね、本当に日頃ですね、熱心に聞いてくださっているあなたのおかげだと心から感謝しています。ありがとうございます。で、まあね、こういうキリがいい数字を、実際目にした時にやっぱりね、思いというのが湧き上がってくると感じがしています。ね、まあ、思い起こせばこの YouTube チャンネルっていうのを作ったのが5年5ヶ月前の2012年4月上旬だったんですよね。で、当たり前なんですけど、ね、YouTube チャンネルを、ね、開設した時のチャンネル登録者っていうのは、まあ、ゼロなんですよね。まあ、当然なんですけど、一人もいないということですよね。で、そのね、誰一人 YouTube のそのね、チャンネル登録者がいない中で、まあ、動画を撮って、で、動画をインターネット上に上げるということをしたわけですよね。ね、はい、こんにちは、白坂ですというのを、誰も聞いてないのに、そういう動画を撮った。わけですよね。で、当然ね、誰も気づかないし、誰にも聞いてもらえないということですよね。本当の正真正銘の独り言ということを始めたわけです。まあ、それでね、まあ、目標を立てたんですよね。とにかくね、総再生回数1000回を目指そうと、ね、1000回合計で聞いてもらえるようにね、動画を撮り続けようということを、ね、目標として掲げて、それでもね、チャンネル登録者ゼロで誰も聞いてない、ね、動画を、ね、毎日毎日撮って毎日毎日インターネットに上げ続けたというのが、まあ、5年5ヶ月前だったんですよね。で、まあ、そんなことを5ヶ月ぐらい続けていて、まあ、2012年4月から5ヶ月ぐらい、9月ぐらいまで続けていて、ね、今でもはっきり覚えてるんですけど、まあ、5ヶ月経ってね、チャンネル登録者が2人だったんですよね。ね、あ、チャンネル登録者が2人だったんですよ。で、その数字っていうのはもうはっきり覚えています、今でもね。その時初めてね、さすがに諦めようかなっていうふうに思ったんですよね。で、それをすごく覚えてるんです。ね、まあ、ずっと毎日毎日ね、総再生回数1000回を目指すとかって思って、ね、動画を撮ってインターネットに上げて、動画を撮ってインターネットに上げて、動画を撮ってインターネットに上げてっていうのを5ヶ月やって、で、5ヶ月後にチャンネル登録者が2人だった時に、さすがにね、やめようかなっていうふうに思ったんですよね。まあ、これは意味がないんじゃないかなと、ね、思ったんですよね。でも結果的にね、そういうふうにこう一瞬思ったんですけど、やっぱり続けたんですよね。まあ、あそこがね、最大の転機だったなと。あそこでやめてたかもしれないし、あそこでやっぱり続けたというのもね、あそこが一番最大の転機だったんじゃないかなというふうに思います。ね、で、今ね、あれから5年経って、まあ、結局ね、あの5年前の9月でチャンネル登録者が2人だった時から、さらにまあ5年間動画を撮り続けてきたんですけど、ね、なんで続けることができたんだろうなと、ね、なんであそこでやめなかったんだろうなと、ね、5ヶ月毎日動画を撮って5ヶ月毎日インターネットに上げて、ね、チャンネル登録者が2人でなんであそこでやめなかったんだろうなというふうに思った時に、やっぱり一番は、ね、その動画を撮るということが、まあ、自分自身の成長を実感させてたからだろうなというふうに思います。ね、動画を撮るということそのものが、まあ、自分自身を成長させている、そのことをね、実感させてくれていたから、だからやっぱり続けることができたんだろうなというふうに思います。まあ、これがね、もし 100% ね、他人のためと、ね、人のためというのだったら、おそらくね、5年間、ね、あれから5年間は続けられなかったんじゃないかなと。ね、よし、自分は人の役に立とうとかね、社会に貢献しようとかね、っていうふうに思っていたら、多分ね、もうあのね、5ヶ月やってチャンネル登録者が2人という数字を見たときに、まあ多分あの時点でやめてただろうなというふうに思うんですね。人のためと思いながら、ね、5ヶ月でチャンネル登録者2人だったら、まあ多分ね、もうすごく落ち込んで、もうその時点でやめてたと思うんですよ。しかし、ね、私はその動画を撮るということそのものが自分自身を成長させてくれているという実感があったんですよね。ね、だから最高の学習法っていうのは人に教えるっていうことなんですよね。
最高の学習法っていうのは人に教えると。だから教師と生徒ってもし2人いるならば、間違いなくね、より深く学んでるのは教師の方なんですよ。ね、教師の方が生徒よりも学んでるんですね。人に教えるという形式を取るのが一番人は深く学ぶことができるわけです。なので、まあ、私の場合はその動画を、ね、人に教えるという形でずっとこう、ね、話し続けてきていたので、まあ、結果的にね、最初のその2012年の4月から、ね、5ヶ月経った2012年の9月までっていうのは、まあ、ほとんどの人には、ね、実際見てもらってなかったし聞いてもらえてなかったんですけど、しかしその5ヶ月間毎日動画を撮る、それをこう人に教えるという形で動画を撮っていることが、まあ、自分自身を成長させてくれているという実感がありました。ね、まあ、本当に昨日より今日の自分が1センチでも1ミリでも成長できるようにっていうのが、まあ、動画を撮るということを通じて、人に教えるという形式で物事を話すということを通じて、まあ、自分は1日1センチとか1ミリとかっていうね、成長っていうのをこう実感できてたんですよね。まあ、だから続けることができたんだろうというふうに、まあ、振り返ってみると思います。ね、まさかね、その5年前の、ね、2012年9月でチャンネル登録者2人の、ね、あの時の自分がね、それからさらに5年経った今この2017年8月の時点で、まさかチャンネル登録者がね1万2000人でを超えていて、ね、そして総再生回数が500万回と、ね、いう状態を、まあ、1ミリも1秒も想像することはできなかったですよね。でも5ヶ月で2人だったら、ね、もういつになったらチャンネル登録者が、ね、100人になるんだろうとかっていう感じだったんですけど、ね、気がつくとチャンネル登録者が1万2000人を超えていて、ね、総再生回数が、まあ、1000回を目標に始めたチャンネルでしたけども、まあ、結果的には500万回を超えることができたということですよね。もう完全に夢なんですよ。5年前の私にとっての、ね、今の状況というのは完全に夢なんです。で、全く1秒も想像することができなかったという状況になることができたということです。で、じゃあこの5年間ね、何を、ね、信じながらやってきたかっていうことなんですけど、ね、結局そのね、全然ね、全くチャンネル登録者も増えないし、誰にも見られてないし、誰にも聞かれてない、ね、その動画をね、それでもさらに5年間撮り続けることができたっていうのは、やっぱり私の中でね、何か一つこう信じるものがあったんですよね。ね、もう何かね、その結果はもうね、全然伴ってないわけですよ。5ヶ月毎日動画を撮って、5ヶ月毎日ね、動画をインターネットに上げて、まあ、全然ね、誰にも見られてないし、誰にも聞いてもらえてなかったわけですから、まあね、実際結果は全く伴ってなかったわけです。まあ、それでもさらに5年間続けることができたっていうのは、やっぱり私の中で信念っていうのがあったんですよね。もう盲目的に、その結果がない、伴ってない、根拠のない、盲信、っていうのがあったわけです。で、それは何を信じてたかっていうと、自分自身を成長させれば必ず人生は良くなるというのを信じてたわけです。自分自身を成長させたら必ず人生は良くなると。自分自身を、ね、成長させたら必ず人生は良くなっていくはずだというのを、まあ、信じてたんですよね。で、それ最初は根拠がなかったんですよ。根拠がなかったんですけど、もうね、それをこう信じてたんですよね。で、そうじゃなければ、もうこの人生っていうのは、あまりにも理不尽で不条理すぎるというふうに思ったんですよね。ね。もう自分で自分を成長させて、自分が成長していってるのに、人生が良くなっていかないというのであれば、もうね、この人生、この世の中、この社会というのは、まあ、理不尽すぎると、ね、不条理すぎるというふうに思ったんですよね。ね、だって自分たちができることってそれしかないので、ね、結局こうね、全世界に200カ国あって、ね、全世界に73億人以上の人がいてね、何か自分の思い通りできることがありますかって言ったら何にもないわけですよ。何もない、ね、何にも自分の思い通りできないですよね。ね、本当にそのね、その国の政治を変えるとか、ね、その世界の経済を変えるとかね、もうね、その何か一つでも自分の思い通りできることがあるかって言ったら何にも思い通りできることができないわけですよ。たった一人の他人でさえその他人を変えることさえできないわけですよね。本当に何も思い通りできないわけですよ。で、そのね、こんだけ思い通りできない世の中で、しかもね、全く不確実ですよね。
明日来年来あ、ね、10年後どうなってるかさっぱりわからない、ねっていう、本当に73億人が今日も、ね、世界のどこかで何かを考え、何か言葉を発し、何か行動している、その73億人の相互作用によって起きているこの社会で、ね、何が起きるかなんて分かんないわけですよ、ね、明日どうなるのか、1年後どうなるのか、10年後どうなるのか、さっぱり分かんないわけですよね。こんなに不確実で何一つ思い通りならない世の中の中で、唯一自分ができることっていうのは、ね、自分の成長させていくこと、自分の考え方、言葉遣い、行動っていうのを昨日よりもほんのほんの少しでも、ね、1センチでも1ミリでも良くしていくこと、もうそれしかできないのに、ね、その唯一できることをやり続けて、なおかつ人生が良くなっていかないっていうんだったら、もう人生とかね、社会とか世の中ってこんなに不条理なことはないって思ったんですよね。だから自分で自分ができる唯一のこと、自分が自分に対してできる唯一のこと、ね、それは自分を昨日よりも、ね、1センチメートルでも1ミリメートルでも、ね、成長させると。で、そのために自分の考え方とか言葉とか行動っていうのを、ね、本当に少しずつでも少しずつでも改善していくと。もう その唯一できることをやっていれば、ね、結果的に自分の人生っていうのは良くなっていくはずだと。ね、自分が成長したのにね、現実が良くなっていかないってことはありえないはずだというふうに、ね、まあ、結果が伴ってない状態で根拠なく信じてたんですよね。で、それで結局5年間、ね、5ヶ月経って、4月から9月の5ヶ月経って、まあ、チャンネル登録者が2人で ね、まあ、ね、心の中で一瞬諦めそうになりましたよね。これは意味がないんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、でもそれでもやっぱり5年間続けることができたのは、やっぱりそれを最後に支えてくれたのはやっぱ信念だったと思います、ね。自分自身が本当に成長しているのに、ね、人生が良くなっていかないということはありえないはずだと、ね。自分が成長したならば必ずその自分の成長に見合って人生も良くなっていくはずだということを、まあ、信じ続けて、一本一本毎日毎日動画を撮り続けてきたということですよね。まあ、結果に関してははっきり言ったらもうね、これは運です。ね、5年前のね、2012年9月のね、チャンネル登録者2人の時の私がね、まさか5年後にこの状況が実現してるなんていうのは、まあ、全く想像してなかったので、ね、まあ、どっちかって言ったらもう意味がないんじゃないかなと思って、一瞬やめようかなって思ったぐらいだったわけで、ね、まあ、続けてててね、こんな状況が実現できてるなんていうのは、まあ、思ってないわけですよ。全く1秒もね、想像してなかったわけです。ただ、ね、自分は自分ができることっていうのは、唯一できることっていうのは、自分で自分を成長させることであり、自分の考え方とか言葉遣いとか行動をほんのほんのほんの少しずつでも改善していくことだと。それは自分が唯一できることだから、それは一生懸命やろうということで、ね、動画は撮り続けてきたというところがあります。で、結果的に、ね、5年前の、ね、何の根拠もない妄信ですよねっていうのは、ね、今ではもう完全に確信に変わっていると、ね、5年前は根拠がなかったわけです。5年前は根拠がなかったので、結局それは妄信だったわけですけど、しかし今5年経った2017年、この8月の時点では、もう確信に変わっていると。まあ、人に対してね、自信を持って伝えることができるということです。自分自身が本当に成長したならば、その成長している自分に見合った現実っていうのをちゃんと体験することができるし、人生っていうのは時間とともにどん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 良くなり続けるんだということを、まあ、確信を持って人に伝えられるようになったと。まあ、それはね、この実績ですよね、まあ、チャンネル登録者が1万2000人を超えて、ね、総再生回数が500万回を超えて、ね、まあ、1日1日本当に毎日5000回以上動画は、ね、再生していただいているということですよね、まあ、1日5000回、まあ、動画を、ね、見たり聞いたりしていただいているということです。でもこの、ね、実績がもう私に自信を与えてくれたと、確信を与えてくれたというところがありますね。なので、ね、これを聞いてくださっている方がね、まあ、どんな方なのかっていうのは一人ずつ状況が違うと思うんですけど、ね、まあ、私がね、自信を持って伝えることができるのは、ね、あなたが成長すれば人生っていうのは良くなり続けるんだと、ね、あなた自身が、ね、成長し続ければ人生っていうのは必ず良くなり続けるんだっていうことは、ね、お伝えしていきたいというふうに思っています。そして私はこの YouTube で一本一本動画を撮るということを通じてね、そのね、天職ライフワークっていうのはどんなものなのかとか、最高の人生っていうのはどんなものなのかっていうのも学ぶことができたんですね。
ね、その天職、ライフワーク、生涯かけてやっていきたい仕事っていうのはどんなものなのか、そして最高の人生っていうのはどんなものなのかっていうのも、まあ、この YouTube を通じて学ぶことができたというふうに思っています。それは何かっていうと、自分の成長を他者への貢献につなげること。自分の成長を他者への貢献につなげること。自分の成長を他者への貢献につなげること。これが天職ライフワークであり、そして最高の人生なのだろうというふうに私は今考えているということですよね。で、この動画はね、何のために撮ってるんですかって言われれば、私は自分を成長させるためっていうふうに答えます。ね、自分が、ね、成長するっていうことに関して、ね、その動画を撮る、そしてそれを人に教えるという形で話をするということが自分を成長させるという実感がすごくあるので、だから動画を撮ってるわけですね。動画を1本撮るということは確実に自分を成長させるということを実感できているので、じゃあ何のために動画を撮ってるのかって聞かれれば、私は自分を成長させるために動画を撮っているというふうに答えます。ね、そうするとまあ 100% 自分のためなんですけど、しかしそれをこうね、公開していることによって誰かの、ね、役に立ってるんですよね。もう世界のね、いろんな場所で、ね、誰かが、ね、その動画を聞いてくださってるんですよ。ね、100% 自分のために撮ってるし、 100% 自分の成長のために撮ってるんですけども、しかしその 100% 自分のためという行動が、ね、世界のどこかで誰かの役にも立ってるんですね。だから自分の成長イコール他者への貢献になってるんですよ、ね、こう YouTube っていうのが ね誰のっていうのはね、私の方ではねコントロールできないんですね。もういろんな方がね、いろんな場所でね、いろんな時間、いろんなタイミングで聞いてくださっているので、ね、私の方でね、それをこうコントロールするってことはできないんですけれども、しかしね、誰かのね、役に立てているわけですよね。毎日のようにね、本当に熱心にね、聞いてくださる方っていうのが、ね、本当に何百人っていう方で、いらっしゃると。いうことであれば、ね、私は自分の動画っていうのは自分の成長のために撮ってるんですけども、しかしそれを公開することによって、ね、結果的には誰かの役に立つこともできてるということなんですよね。で、それが私がこの YouTube というものから教えてもらった転職ライフワークであり、最高の人生のあり方だというふうに思っています。だから私はね、100% 他人のためにね、動画を撮りますとかね、100% 社会貢献のために動画を撮りますなんて、そんな綺麗なことをね、言えるようなね、人格の伴った人間ではないんですよ。ね、それをね、言えばすごくかっこいいかもしれないですけど、私はそれはね、自分の心に嘘をつくことになるので、まあ、言えないんですよね。まあ、それ、嘘をつくことになるんです。私はこの動画をね、他人のためにね、撮ってますと。100% 他者のために撮ってますとかね、100% 社会貢献のために撮ってますとかっていうのはね、私は言えない。それは自分の心に嘘をつくことになるので、言えないんです。ね、だから何のために動画を撮ってるのかって聞かれれば、間違いなく自分自身を成長させるためと。人に何かを教えるということが最高の学習法であり、自分自身の成長を実感させることなので、だから動画を撮ってるというふうに答えます。しかし、その独り言ですよね。で、自分のために撮ってる、自分を成長させるために撮ってる動画が、結果的にね、誰かの役にも立てているということですよね。ね、誰かの役には立つことができているということです。だ、自分の成長イコール他者への貢献、これの両立を図ることが転職ライフワークであり、最高の人生のあり方なんだろうというふうに、私はこの YouTube を通じて学んできたということですよね。だからあなたもね、その転職ライフワークの追求とか最高の人生の追求っていうのを、やっぱりそのね、両立に見出していっていただきたいなと思いますね。その 100% 他者のためじゃなかったとしてもいいと思うんですよね。 100% 社会貢献のためじゃなかったとしてもいいと思うんですよ。なんか自己犠牲のものだったら、少なくても私は絶対この5年5ヶ月続けることはできなかったです、ね、自分はどうでもいいんだと、ね、人の役にさえ立てればいいんだと、社会の役にさえ立てればいいんだと、自分はどうでもいいんだだったら、少なくても私は絶対この5年5ヶ月動画を撮り続けるってことはできなかったです、ね、やっぱり5年5ヶ月動画を撮り続けることができたのは、ね、やっぱり自分自身のためになってたからなんですよね。自分自身がこの動画を一本一本撮ることで成長を実感できてたから、昨日の自分よりも1センチ1ミリ、ね、成長できてる自分を実感できてたので、だから続けることができたんですよ。
じゃあそれはね、自分のためだったからね、それは利己的なのかとか利己主義なのかって言えば、それはもちろんその通りなんですけど、しかし 100% その利己的な行動ね、利己主義的な行動が結果的には誰かの役にも立ってきたという自負っていうのもありますね。自分のためにやってきたことなんだけど、でもそれは自分のためだけではなかったとね、結果的にそれはね、意図しなかったことかもしれないけれどもね、それは誰かの役にも立ってきたことだというふうに自負しているということですよね。おそらくこの両立ですよね。 100% 利己的なんだけど 100% 利他的な要素が入っているということですよね。 100% 利他的なことを、ね、望んでやってるわけじゃないんだけど、しかし結果的には人の役にも立つことができていると。この、ね、利己と利他ですよね。自分のためと他者のためっていうコインの表と裏の両立ができたときに、初めてそれが転職ライフワークであり、最高の人生のあり方なんだろうというふうに今の私は感じているということですよね。だから、まあ、これを聞いてくださっているあなたもね、そこにね、その自分の転職ライフワークとか最高の人生のあり方っていうのを見出していっていただきたいなというふうに思っています。はい、ということでね、この YouTube ということがね、まあ、5年5ヶ月続けてきたおかげで、まあね、チャンネル登録者が1万2000人を超えて、総再生回数が500万回を超えたということですよね。まあ、これは本当にこの動画をね、聞いてくださってるあなたのおかげと、本当に思っていますね。本当に毎日ね、のようにね、熱心にね、あなたの貴重な時間をね、使ってね、動画をね、再生してくださってね、聞いてくださっているあなたのおかげだというふうに本当に、心から感謝しています。本当にありがとうございます、ね、あなたが日々ね、ご視聴してくださるおかげで、そしてね、心からね、白坂のことをね、何らかこう応援する気持ちを持ってくださっているおかげで、ね、私はね、夢を叶えることができたということですよね。2012年の9月の時点でね、まあ、やめなくてよかったなと、まあ、あの時点でね、この状況は絶対想像できなかったので、もう夢以上です。はっきり言ってね、はっきり言って夢以上です。5年前の白坂からすると今の状況っていうのはもうはっきり言って夢以上です。でもその夢以上の状況を、まあ、実現させてくれたのはね、本当に毎日のように熱心に聞いてくださっているあなたのおかげだというふうに本当に心から感謝していますね。もう何回ね、感謝してますっていうふうにお伝えしてもね、足りないぐらい、感謝しているということですよね。もう何らかね、そのね、あなたが貴重な時間をね、割いてね、動画を聞いてくださっている以上の価値というのをなんとかね、私も一生懸命、まあ、自分が知っている限りの知識でね、お役に立てたら、まあ、嬉しいなというふうに思っています。で、まあ、5年前は本当に根拠がなかった、結果が伴ってなかったので根拠がなかったんですけど、まあ、今の白坂はある程度はやっぱりね、結果が出ているのでね、5年前はね、そのね、はったりとか強がりで伝えてたことが、今はね、まあ、実績を伴って確信とともに、まあ、伝えることができるものっていうのもすごくこう増えてきているのでね、なのでね、まあ、あなたのおかげで夢を叶えさせていただけたので、できる限りね、白坂も知ってる限りの知識をね、使ってね、今度はあなたが夢を叶えていくのをね、全力で、ねね、応援、動画という形を通じてね、応援させていただきたいと思いますので、もしよろしければこれからも末永くお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ということで本当にね、本当に毎日のように熱心に動画を視聴してくださって感謝してます。ありがとうございます。はい、ということで今回の動画がですね、もしあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。